オートモッドは日本のロックバンド。1980年結成、1985年解散、1997年再結成。東京ダークキャッスルのオーガナイザーであるジェネットが1980年に結成し、フロントマンとして活動を続けるバンド。80年代当時盛り上がりを見せていた。 日本のポジティブパンクシーンを牽引する形で1985年にメジャーデビュー。オートモットの解散を最終目的とした13回限定のシリーズ2グ、字の総列を主催し、1985年11月3日に後楽園ホールにいて字の総列、週末の予感最終夜を行い解散。その後、様々な活動を経て1997年10月に、 ジェネットはオートモッド名義での活動を再開。クラブにおけるアンダーグラウンドイベントの可能性を目指し、2003年より東京ダークキャッスルというイベントを主催し、精力的に活動を行っている。フロントのジェネットは1978年日本のパンクムーブメントのきっかけを作ることとなった、東京ロッカーズにワーストノイズ、マリア・レイニさんなどのバンドとして参加。 カミソリでギターを弾きちまみれになるなどの破滅的パフォーマンスとその強烈な個性でロックシーンに躍り出た。その後ジェネットは1979年は秋から1980年中期までロンドンに滞在しバウハウスやクラスに多大な影響を受け帰国。帰国後すぐにラディカルな主張と表現行為としてのロックを追求するバンドとーモットを結成する。 1981年2月には、テレグラフレコードの第1弾として、オートモッドのデビューシングル、ラブジェネレーションを発売。荒削りな音の中にもデカダンでシアトリカルな要素を漂わせた同シングルからは、オートモッドがその初期から演劇的な思考を強く持っていたことが伺える。1982年2月には、アルバイト先で知り合った、ジェネットに誘われ渡辺三つぐが参加。 この後渡辺は、オートモッドの1985年の解散まで、ジェネットと行動を共にする。なお、渡辺は、オートモッドの活動中にジェネットの紹介でジルと出会い、オートモッドと並行して、パーシンズの全身バンドである、ナッシングパーソナルへも参加することとなる。1982年12月、ジェネットは、共演で知り合った、ホテモヤスと、合し、 新しいメンバーでのオートモットを指導する。ジェネット、渡辺三つぐ、ホテイ高橋誠という夫人で、補定と高橋は、レギュラーゲストメンバーとしてボーイト掛け持ちでの参加であった。1983年8月には、同年5月3日に、新宿ロフトで、ライブレコーディングされた音源に、SE やコーラスを加えた、通常のライブアルバムとは異なる。 仕上がりのファーストアルバム、レクイエムを発売。丸尾末広の手によるイラストジャケットやアルバムには収められていない当時の楽曲の歌詞をも印刷されたライナーノーツといった想定で2000枚限定での発売にもかかわらずすぐさま完売となる。補填の加入により音楽性が飛躍的に向上したオートモットであったが当時のロックシーンの停滞は一向に解消される。 気配がなく、そんな状況の中で活動を続けることに疑問を感じたジェネットは、1983年10月頃、とんでもないアイデアを実行に移す。それは、オートモットの解散を前提として、一定期間の凝縮した活動を行うというものだった。解散を決意したオートモットは1983年12月に、その第一歩として、シリーズギグ、字の創列。 週末の予感を開始し、テレグラフレコードの参加レーベルとして、ベクセルバルグを設立する。この字の総列及び、ベクセルバルグからは、サジエサ・サツジー、シュミ、マダム・エドワルダといった数々のポジティブパンクバンドを生み出すこととなった。しかし、オート・モッドが解散に向け活動を活発化させる一方で、ボーイもその人気と知名度を高めてきており、 ボーイでの活動に専念するため、ホテイと高橋が1984年8月に脱退。1985年1月には、オートモットのセカンドアルバムにして、メジャーデビュー作となるデストピアを発売。歌詞とボーカルを、ジェネットが、サウンドを、布袋が担当するというコラボレーション形式で、レコーディングは進められた。ライブパフォーマンスでも見られた。 電動の小りを使ったマネキン切断の音や、演劇者登録の起用によるセリフの挿入等、ジェネットの持つアングラ性とホテの持つポップな音楽性が見事なバランスで融合したアルバムとなっている。ホテと高橋が抜けた後、オートモットはギターに後に、レベッカ、筋肉症状体、氷室京介のサポートを務めることになるとも、森昭一、ドラムに、浜一揆、キーボードに、 プロデューサー、DJ として活躍した、浅本博文、サックスには、矢沢英吉のセッションに参加する、河野敏明を迎え入れ、解散へと加速していく。この時期、寺山修司に傾倒していたジェネットは、元天井佐治記の福祉刑事と共に、自らの劇団、バジワークシアターを作り演劇活動も、活発に行っていた。旗揚げ公演、ムクイヌの靴は、 1985年6月5日から10日まで、池袋文芸ザアルビリエにて上演された。オートモットのアルバム、イーステイニアのジャケット写真は、その芝居の期間中に撮影されたものである。1985年4月には、ロックと寺山演劇の融合の初の大規模な試みとなる、字の壮列、週末の予感大急夜を日本青年館で行う。このステージは、 オートモッドのライブと劇団バジワークシアターによる前衛演劇が組み合わされたものでオートモッド史上最高のパフォーマンスであったとの声も高い。1985年7月には当初ラストアルバムとなる予定であったイーステイニアを発売。タブラを取り入れる等より実験性の高い音楽性に難解さを増す歌詞と固定在籍時に見られた大衆性は影を潜め。 アングラ性の高いアルバムとして結実した。1985年10月には4枚目のアルバムとなるバイブルをベクセルバルブより発売。急遽レコーディングが計画されたためか、イースティニアよりもストレートなロックアルバムとなっているが、解散を目前にした危機迫る王とトモットの姿が刻まれている。そして、1985年11月3日、 後楽園ホールにて、字の壮列、週末の予感最終夜が行われる。生体廃樹伝説と名付けられた、このステージでは、時代のあだ花と呼ばれ続けたオートモッドの持つ見せ物、小屋的空間を多くの役者たちと共に作り上げ、オートモッドは、その5年半に及ぶ活動に自ら終止符を打ち、花々しく散っていった。解散後の12月には、 解散コンサートの模様を収めたライブアルバムセレモニーが発売された。オートモットの解散後、ジェネットはバジワークシアターを率いて全英アングラ演劇の世界に身を投じていった。ジェネットが再び音楽シーンに登場したのは1987年8月。くしくもオートモットの解散コンサートと同じく後楽園ホールで行われた。 ジェナティック・ブードゥーでのジェネット復活祭であった。しかしジェナティック・ブードゥーは時代のアダバナと称されたオートモットとは、その音楽性を大いに異ならせ、70年代サイケデリックを基調とした正統派ハードロックバンドであった。その後、ジェネットはキングヒップ5ゴ号ーゴー、ジェネットザ・ヒップスでの活動を行うものの、オートモットで見せたアングラ性や、 シアトリカルな演劇的要素といったアプローチを長い、間封印することとなる。1991年、ベクセルバルグからオートモットの5枚のアルバムが CD として再発され、再びオートモット的方法論への期待が高まる。中、ジェネットは、ジェネット、ロックオブロマンスを率いて、ロックと、寺山修士的演劇との融合を試みる、ステージへと帰ってきた。オペレッタリアリゼ。 ションと名付けられたパフォーマーを率いての大規模な演劇的演出は、正当なるオートモットの発展型として位置づけられるものであった。その後、ジェネット、ロックオブロマンスは、オートモット1999へとなお変え活動を継続するも、1996年11月3日の新宿ロフトでのライブを最後に活動を停止する。ジェネットは1997年、 20世紀最後を迎えようともっと復活。復活したオートモットの音楽は以前とは全く違ったインダストリアルな暗黒ヘビーロックの道をたどり始めた。そしてジェネットはクラブにおけるアンダーグラウンドイベントの可能性を目指し2000年に東京ゴスダークウェイブを立ち上げる。2003年には東京ゴスダークウェイブは東京ダークキャッスルと名を変え。 ジェネットのプロデュースの下、今に至っている。2015年6月には、東京ダークキャッスル開催が100回に達した。2012年からは、地の創立箱舟のショーと題して、オートモットとしてもシリーズライブを再開。2015年は、結成35周年を記念して、ZOA やハイの刑事、マダムエドワルダといった大御所たちをゲストに迎え、活動している。 2017年9月29日新宿サムライストリートブラッドボリューム7をもってタジタジがオートモッドを卒業その後エビーがサポート参加2017年10月23日オートモッド公式サイトにてエビーの正式加入を発表2019年11月13日現体制での約9年振りとなる新作に乗り CDDVD を ホームテッドハウスよりリリース2020年12月31日ユキノが脱退音楽評論家の市川哲司はシアトリカルでポジパンな世界観で日本のアングラロックシーンを席巻した日本のゴスの父たちと評しているオリジナルアルバム編集版オムニバスアルバム非売品トリビュートアルバムありがとうございます